の中の流れがあって、でそれではもう私の生き方、やはりまあ、問い直したいと、自分の人生で問い直したいと、世の中の流れは変わらないし、それから政治サイドでも変えてくれないし、あるいは他人をの他はのなかなか変わってくれなくて、要するに心配なのに心配なのにってこう流れてる流れがを感じるわけですけども、それは変わらないので、自分の生き方を、とにかく自分の生き方を変えるね、それしかないんだという、そういう気づきが根底にあって、その5年間というのは辞めるまでの5年間ですね。本当だったらすぐにでも辞めたかったんです。ですけど、まあ、家族の反対がありまして、まあ、自分自身その経済の部分、お金の部分での不安を多少感じてましたので、なかなか踏み出せなかったんですけど、まあ、5年間のうちにまた仕事をこう重ねていく、会社の仕事を重ねていく中で、どん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 思いが強くなっていきました。で、最初のうちはこちら福岡に住んでたんですけど、最後の1年半は、横浜の会社の本社のランドマークタワーというすごく背の高いビルに勤務することになりました。窓の開かない46階の、まあ、ビルで働いていく中で、やっぱりこれは違うなと思い、やっぱり自分がこう、せっかく生きていくんであれば、自分が納得した生き方をしたいと改めて思いました。This experience is so much greater when you're in the natural world than when you're, for example, sitting at a desk in a cubicle. Because all you see around you is the human things, the products of human thought.So it's hard to imagine the world outside of that.間違いなくこの命が豊かなところで初めておのずから平安を得ますよね。あれはこの肉体的にも命をおのずから他の命に生かされる存在なので、もうおのずから約束されますよね。都会は他の命を一切排して人間だけのこう住んでる住居圏になってしまってますので、当然もう肉体的にも精神的にも大変ですよね。その中でいかに不安に落ちることなく、あるいは心平和でいられるかね、あるいは心身を健全に保つことができるかって問われるわけですからね。それは都会の作れ人口の街大都会もこの全ての荒らしめる宇宙の中なんですよね。宇宙の中地球の存在も人口の街 大都会も、あるいはこの構図すべての豊かなところも宇宙における宇宙の中なんですよね。
もう大元の命 の大元の命そのもののところに、ところに、ところなんです。だから人口の町、都会にだけ住むとか、人口の町、都会に住むとか、それから自然豊かな田舎に住むとなった場合はね、宇宙を欠落させてますね。この星が存在している、この果てのない宇宙、これが大元ですね。けども、これが欠落した場合は、田舎で住んでも、豊かな自然のところに住んでも、人口の町、都会に住んでも、魂の平安は得られないと。おのずから養われるんですよ。養われる、養われる、養われる。それはもう大きな違いなんだけども、それでいて、私の存在において、自然を見失ったならば、宇宙を見失ったならば、魂の平安は得られない、安心立命に至れないと、そのように思うんです。そうした場合どうしたらいいかなんだけども、しょうがない、人口の町に、大都会に、日々暮らしている今、どうすることもできないこの今、宇宙を得たらいいんです。宇宙は境地の問題ですね。